扉絵っていうのはアナザーストーリーとかじゃなくて本編にもがっつり絡んできます。例えばコビーとヘルメッポの奮闘記みたいな、ガープの元で修行するコビーとヘルメッポがブワーって扉絵で連載で描かれました。でその設定っていうのはそのまま本編に移行していきますと、なんかその説明がこうあったのが結構大事だなと思ってて、これって今まで勝手に考察者とかがこう説明してたやつなんですよね扉絵めちゃめちゃ大事だよっていうのはもう10年前20年前ぐらいから扉絵って本編に繋がってるし、だからこそエネルのスペース大作戦ってあれ絶対に重要だよなみたいなね、そういう意味で言うと扉絵を元に考察することって私も結構あって、人の夢、時代のうねり、受け継がれる意志、自由の答えを求める限りそれは決して止まらないロジャーで、そのうちの人の夢っていうタイトルの扉絵がタコのハッちゃんが夢を見ていると、3人でタコ焼きをオープンさせてるみたいな夢を見てるみたいな扉絵を元に黒ひげの正体とかっていうのを考察していったりいろいろしたんですけど、この第145話受け継がれる意志ってこれの扉絵もあるんですけど、これ絶対に大事じゃないですか絶対に大事なんですけど、何が描かれてるかっていうとジャンゴのダンス天国なんですよねジャンゴのダンス天国ボリューム15、すっかり白熱ダンスコンテストなんですよね。でジャンゴがダンスしてるっていう、でそれをみんなが見て熱狂しているっていう、これさすがに関係ねえかっていうジャンゴのダンス天国、その受け継がれる意志でしょ、受け継がれる意志の扉絵がジャンゴのダンス天国って何なんだよって、でなんかこう無理やり考察にすることもダンスが大事なんだよっていうこともなんか最近までは直近まで言えなかったんですけど、ミカっていうのが踊って人を笑わせるみたいな言われ方をしてるじゃないですか。でその踊りっていうのはギアフィフスの時でそんなに強調されませんでしたけども、ジョイボーイの元ネタとかっていうので踊りの神様だと、踊って絶望の黒いマントを脱ぎ捨てるみたいな人々の、いうところなんで、その踊りとかダンスっていうのの重要性っていうのがニカが出てきてからグイッと上がってるんで、なんかこのジャンゴのダンス天国も受け継がれる意志の扉絵もこれなんか踊りっていうところがこっから先のワンピースとか真相に迫っていくワンピースの中でこの踊りっていうのは大事なんだなっていう、なんか一つの考察になってるわけじゃないですけど、ここ注目しといた方が熱いですよっていうのはなんか一つの気づきとして皆さんにお伝えしたいなと思っていた次第でございますというところでございます。ワンピースはダンスステージ、ファンキースタイルって書いてあるね、ミラーボールダンスコンテストみたいなね。だからこういうダンスコンテスト的なのが空白200年にあったのかとか、ニカがねダンスの神様ですから、踊りの神様ですから、ジョイボーイとかニカっていうのがそこでこう活躍したっていう話なのか、受け継がれる意志というね最大級に大事な重要ワードとダンスが紐づいているのは果たして何なのかというね、その辺にこう注目していこうと。友のり佐藤さん320ありがとうございます。ラフテル帰ったおでんはオロチの提案とはいえ、あ裸踊りでね人質を解放させようとしたのは繋がってくる。あーなるほど、裸踊りで人質を少しずつ解放してたのが、おでんっていうところで言うとダンスと解放が、繋がるところだもんね。解放、ダンス、受け継がれる意志みたいな、この辺が、あとまあニカとかね自由とか、この辺をこう一括りにして考察するとなんかかなり熱い感じがしますね。あ、モッチー先生、ジャンゴって発音しないみたいだね、すごいって言ってるな。ジャンゴって D が頭文字なんだけど、D ジャンゴって書いてジャンゴって読むってことなんだ、 D を発音しないで。なんかボンちゃんがシャルウィーダンスって言ってるのとかね、かかってこいやひな屈辱のところ、ダンスの伏線は結構いっぱいあるな、そう考えると。いや、ジャンゴのダンス戦国はちょっと繋げてえな、受け継がれる意志と。あまりにも踊りが強調されすぎてるんでね、最近ね。見解で言いますと、おでんの裸踊りも確かにそうだな。奴隷というか、人質に取られてるものを解放するために、裸踊りをして、人々を解放させてたっていうね。構図上でもヒーローだもんね。どこまでこうジャンゴのダンス天国っていうことがどこまで正解に近いかっていう、そのダンスが大事ってことを示すために、ジャンゴのダンス天国なのか、あるいはもう本当にあのダンス天国っていうかダンスバトルみたいな、あもうあのまんまを空白100年でやってたのか、うん、なんかそんな感じでね、バランスでいろいろ変わるんでしょうけどね。まあいろいろこうダンスとのつながりっていうのもね、こう気にしながらワンピースを見るのもこう楽しいんじゃなかろうかと。ラシドのゲームチャンネルの第3、人生で一番怖かった話してください。ホラー話行く？したことないけどホラー話でもありますね、持ってますね。ちょっと怖いのは苦手な方は聞いてもらっても構いませんけど、まずはその怖い話というよりは自分が一番叫んで逃げた話で言うと、これ
友達連中と集まってて飲んでてこんな雰囲気になって何の話するみたいな雰囲気になった時に、多分俺が言い出したんですけど、なんか信じてもらえない話、実際にあったことなんだけど誰に言っても信じてもらえない話しねえっつってで俺は自分が何を話すかっていうのを持っててみんなのを聞いてたんですよね。で嘘つけって話連発だったんですよ、みんな。なんか小学校の頃、なんかいつもの通学路から離れて、変な空き地みたいなの通っていったら、こんなでかい卵あったとかさ。本当かよっていう。で、あるやつは小学生の時の休み時間に、L 字の屋上の底辺の方にいて、上向いてるやついるなって見て、こうやって見てたら、そいつの口から、なんか丸とか×とかパーセントとか、なんか希望みたいなのが、ビームみたいに、バッて出てたとか、それなんか夢の話だろお前みたいなね。信じられるかいみたいな話をみんながしていく中で、私はね、その叫んだ話なんですけど、それこそ小学校の時に、俺埼玉県とかにも住んでたことなんですね。今仙台なんですけど、千葉とか長野埼玉とか、なんかいろいろ転勤してたんですけど、その埼玉の時だったっけかな、マンションに住んでて、マンションの下に、まあ庭みたいなのがあって、そこがマンションの住居人が子供遊ばせるみたいなスペースがあって、で、そこで小学校2年生ぐらいの俺は夕方ぐらいまで友達と遊んでて、みんながどんどん順番に帰ってって、俺一人残されて、で、信じてもらえないかもしれないですけど、本当なんですけど、ミノムシっているじゃないですか、ミノムシ。が公園のなんか遊具のところで垂れ下がってたんですよ。で、まあ、子供の私はみんなも帰っちゃって一人ですよ。で、そのミノムシのこの辺の部分をこうやったんですよね。子供の俺はね。で、ミノムシって糸で繋がれてるわけですから、こうやったらま、落ちますよ。落ちたそのミノムシこうやって見てたら、その落ちた状態のミノムシがですよ。飛んできたんですよ、こっちに。で、これ本当なんですよ。マジで顔面に向かってうわーって飛んできたんですよ。その時の声なんでそんな声出たかわかんないけど今でも覚えてるんですよでめっちゃ逃げたっていうあれどういう理屈なんだろうな。あの嘘つけじゃなくてマジであったんですよ。俺叫び声まで覚えてるんですから。マジで怖くてえっつって逃げた記憶があって、どういう理屈だとそうなるんだろうな。でもでそれをなんか考えてもわかんないからめちゃめちゃ怖くて、嘘じゃねえ。いや、嘘じゃねえんだよな。マジで、こう飛んできたんだよ。平行にこうやって。マジ怖かったんですから。BGM 立ってのさすぎて、常に思っちゃう。ミノムシじゃないのか。いや、でもミノムシでしかなかったけど、だって糸にぶら下がってて、こうやったら落ちたんだよ。だって。あ、糸が絡まったの。こうやった時に糸が絡まってて、それを見てた俺、いやでもだって俺立ち尽くしてんだよ。俺が手上げたらミノムシがこう来たとかならわかるけど、俺はミノムシが来たから逃げたんだよ。まあでもそういう納得のさせ方するしかねえか。なんか切った時にそれが風とかに例えば乗ったりして、糸がなんか俺のどっかに行って風が影響してなんかこうなったみたいな話か。逃げる時の声がほぼマリオのジャンプ。その心霊体験というかそういうことで言うと、まあバスケ部だったんですよね、中学校時代。で、かなりの気合入ってるバスケ部だったんで、かなり夜遅くまでやると。で、冬6時とか7時ぐらいまで練習して、もう真っ暗な中、自分の家に帰らなきゃいけないと。で、そんな中、いつも同じマンションに住んでるバスケ部のやつがいるから、2人で帰ってたんですけど、そいつがなんか歯医者かなんかで早退してたから、俺1人で帰んなきゃいけないみたいな日がたまたまあったんですよ。中学校2年生か、冬だから。で、まあ自分1人で帰ったんです。ああ、そういえば今日あいつ歯医者で先帰ってんなっつって真っ暗な中を帰ってて、自分の家行く時に最後の坂みたいなのがあって、もうめっちゃ長い坂があって、坂の先がこう左カーブみたいになってて、その先に家があるんですけど、まあその先が見えんすよね、坂の先が。で歩いて登っていくじゃないですか、そこ通んなきゃ帰れないから。でそしたらなんか子守唄みたいなのうわーって聞こえてきて、何かなと思ったらその遠く先から俺は登ってる、で下ってくる人がいて、なんか赤ちゃんみたいなの、子守唄なのかな、歌歌ってんだよ。めっちゃ怖いじゃないですか。真っ暗で子守唄聞こえて、なんかおばあちゃんっぽいやつと子供っぽいやつがこうやって歩いてくるんですよ。怖いから反対車線に行こうかなとも思ったんですけど、なんかそれも負けたみたいで怖えなと思いつつ、いやでももう歩いていかなきゃしゃあねえわっつって歩いてて、なんか顔も見んのも怖いから、こう下向いて歩いてんすよ俺。で、子守唄どんどんでかくなってくるじゃないですか。俺右側ですれ違おうと思って、右側をちょっと寄って歩いてて、なんかどっかのタイミングでなんかおんぶか抱っこか子供を知らんわなんか雰囲気で見てて、おばあちゃんの足元見えるじゃないですか。下向いて俺すれ違ったんですけど。すれ違って、1歩、2歩、3歩、4歩、5歩ぐらい歩いた時に、後ろ見てみたんですよね、気になるから。見たらいないんですよ。え？
で俺なんか結構霊感そんなにないし幽霊とか信じない方だから、いやちょっと待ってそんなわけねえっつって探したんですよ、そっからそのおばあちゃんをなんかそのまま草むらに隠れてるとかかなとか、電柱の影になって見えなくなったとかかなつって、なんか20秒くらい探したんですよね。いねえなぁって草むらちょっと分けるぐらいで探して、で、いねえこと分かったんで、そこから家まで全速力出したんですよ。叫んではいないですけど、ズワーって鳥肌、いないと分かったんだけど、最初ね、疑いから入ったんだよ。そんなわけあるかねえみたいな。もろに幽霊やんけ、それだったら、みたいな。こんだけあるかいっつって、草分けたり、電柱のなんか後ろちょっと見てみたり、いろいろしたんですけど、いねえから。本格的にいねえわ。めっちゃ怖かったよ、それは。で、なんか誰かに会った気するんだよな、その辺で。なんか後輩のやつ。で、説明した気するんだよな。おばあちゃん、消えたんだけど、みたいな。あ、そうなんすかみたいな、なんか言われた気するんだよ。めっちゃバスケ部練習きついんですけど、全然走るんですね。俺の話って必ず俺こうしてね。